昔住んでた町なんですね。に行ってこようかと思います。ちょっとだけ靴を磨きます。プレム1925か、このアニリンカーフクリームですね。すごく初心者の方には僕これおすすめですね。靴買いましょう。10月22日木曜日朝の時間に Vlog31 を出しました。久しぶりですね。何日ぶりだろう、4日ぶり5日ぶり。ちょっと皆さんお待たせしてましたね。7日ぶりだ。1週間、あーごめんなさい、1週間も出してなかったんだ。そら待つよね。待ってますって言われるよそれ。今日はちょっと県内のプチ遠出を仕事でしますんで、まあ、その模様を撮ろうかなと思ってます。昔住んでた町なんですね。行ってこようかと思います。明日も行くんで、ということで出社してきますね。出社。I lost my best friend to 23. I heard the heavens crying above me. They gained an angel. I lost a friend. I felt like dying again and again. I went to hell instead of death. I keep fighting with each living breath. 15年前から5年間ぐらい住んでましたね。さあ、久しぶりの北九州です。朝マックです。Vlog32 の編集と動画撮影を今日やるっていうのが目標。ですね。
曇ったり晴れたりするとホワイトバランスが変わるのがちょっと最近の悩みなんですよね。仕方ない、 Vlog だからいいんですけど、あとはその間に洗濯物を2回回して床の掃除をする、そんな感じかな。まあそんな日常を見てください。30分ぐらいちょっとだけ靴を磨きます。顔出しせず。このトリッカーズってどれぐらいかな、半年ぐらい経つんですけど、まああまり手をかけてなくて、まあ別に汚くはないと思うんですけどね。ただこのシーシェードゴースっていう革がまあなかなかこうエイジングをしないんですよ。まあ、シーシェードゴースがこうちょっと塗りの強めの耐水加工されたような革なので、まあ、変化がないと。なので、強制的にクリームをちょっと入れてあげて、色の変化を促したいなぁと思ってます。まあ、それでもなかなかね、手強そう。本当に手強そう。で、このサフィールのクレーム1925か、このアニリンカーフクリームですね。どっちか入れようかなと思って今ちょっと持ってきてるんですけど、アニリンカーフクリームにしましょう。こうやってね、単純にもすり込んでいく。もうそれだけです。それだけ。ベタって取らずに、結構伸びるんで、しっかり、なんか伸ばしていく感じ。結構このクリームサラサラなんですね。デリケートクリームまでとは言いませんけど、結構サラサラですんごい伸びるんで、こうしっかりすり込んでってあげる感じですね。アニリンカーフクリームはですね、乳化性のクリームなので水がこう混ざって乳化されたクリームで、まあもうお決まりの老油脂有機溶剤ですね。はい。で、結構気に入ってこのアニリンカーフクリーム使ってます。いろんな革製品使えるんで、おすすめなクリームですよ。うん、持ってて損ないし、むしろこれでいいんじゃないかと思ってます、僕は。ただいわゆるこうちょっとこう石油系とは言いませんけど、匂いが独特な匂いがあるので、こういう気分じゃないなと思う時にクレームを使ってる感じ。もうそんなもんです、僕はね。そんなもんです。他の靴磨きにこだわりのある方と比べると、まあ自分の気分が良くなるようにやってるだけなのでですね。もうほんと擦り込んでいく感じでやりましょうね。なかなか入らないんですよ。ほんと15分も下が出ます、ね。もっと近くで見せる音がいいですかね。いいですよ。いいんです、いいんです。僕のね、磨きなんて、もっと素晴らしい、靴磨き職人の方とかいるんで、こっちを見ましょう。まあ、これ僕の感想なんですけどね。このアニリンカーフクリームって、こう触ってダマになるような、ポロポロと落ちてくるような時は、もう塗りすぎなので、気をつけてもらうといいかなっていうのと、すごく初心者の方には僕かなりもう これおすすめですね。質感良くなったなぁと思いますね。悪くない。このクレーム1925だって2000円ぐらいするでしょ。で、これだって1000いくらぐらいするわけですよ。だってこれ2つ買うだけで3000円するわけですよね。靴買いましょう。靴買いましょう。シューケアの用品だけでいくら使ってんのって話ですよ。もう顔出して喋るって感じですかね。ちょっとケア用品にたくさん買ってもブラシをいっぱい持ってても靴は増えないんで、別に靴を増やすことは目的じゃないですけどね。でも革靴好きなのか靴ケア好きなのか靴磨き好きなのか、まあ、そもそもなんかその
根本履き違えちゃダメだと僕は思いますよ。あくまで僕の意見です。靴だけじゃなくていろんなものとの付き合い方とか、まあ、人との付き合い方もそうですけど、自分のスタンスを決めてかかりましょうね。大事です。